こんにちは。今日はスタッカートをする時の準備についてお話ししようかなと思います。スタッカートって以前にもこう動画でお話ししたことがあるんですけれども、何が大事だと思いますか、学校の音楽で習うこととか、スタッカートってどういうことでしょうって聞くと、短く切って弾くことって言われることが一般的だと思うんですけれども、弦楽器においてはその演奏方法だとちょっと違ってきてしまうのではないかなと僕は思います。スタッカートって何ぞやって言った時に、最初のねアタック音をしっかり弾きつつ、音の終わりまでちゃんと弾き切ること。これ短く切ってしまうととてもチープになってしまうんですよ。そうではなくて、スタッカートってアタック音はしっかりするけど、音の終わりまでしっかり弾き切ってあげること。ではその際にアタック音として引っ掛けるとき、何を気をつけた方がいいかっていう、基本的には右手の人差し指になるんですが、そこに加えて、結局スタッカートって準備が大事なんですよね。音の始まりの時にどういう準備が素早くできているかどうかというのが、スタッカートで技術はとても大事になってくるわけです。そこでその準備ということにもう一つ深掘りをしたい、これが今日お話ししたいことなんですけれども、ここで一つお知らせです。僕が主催する弦楽器教室ハミングバードスタジオが、新しく大田区の雪ヶ谷と、横浜にオープンしました。お箸が持てれば弦楽器は弾けるということをコンセプトに、初心者の方、主に4歳から70代の方まで幅広い方が一緒にバイオリンを弾いています。大人からバイオリンを始めることはできるのか、昔からずっとやってみたかったなどなど、弦楽器は誰でも簡単に演奏できます。ハミングバードスタジオでは随時、体験レッスンを募集しておりますので、詳しくは概要欄の方からホームページに遊びに来てください。弦楽器にはダウンとアップがありますよね。このダウンとアップ、今から自分がダウンするぞっていう時の力のかかり具合なのか、アップするぞっていうかかり具合なのかを意識して準備してあげると、スタッカートとても弾きやすくなると思います。例えばじゃあ音階を弾いていく中でのスタッカートかけてみましょうといった時、ダウンアップダウンアップしながら弾いていきますよね。この時にじゃあ2音目の音をスタッカートしましょうって言った時、この状態でストップした時に、今右手の人差し指がダウンの方向に力が加わっているのか、アップの方向に力が加わっているかを意識することがすごく大事だと思っているんです。スタッカートをかける時に右手の人差し指だけで加圧してしまうと、シンプルに弓が下にかかる圧力しかかからないですよね。でも実際演奏しているときは、この下にかかる圧力に加えて向きという方向の力、要は横にかかる力も加わっているはずなんですよ。ただ試しに弾いてみると分かると思います。弦に対して弓をかける、これスタッカートの基本だと思うんですけれども、この弦に対してかかった圧力がダウンに加わっているのか、それともアップに加わっているのかっていうのを意識するだけで、準備の仕方が変わってくるはずなんですよね。この音が終わって、音終わり次に行きましょうっていう時に、ダウンにかかっているのか、ここです。次僕はアップしたいので、アップする右上の方に右手の人差し指の加圧がかかっているんです。そこからアップする。そうするこの準備ですよね。次の音に対して自分の弓の向き、加圧がどちらに入っているのかということを意識すると、スタッカートにおける準備がとても早くなってくるんですよ。そうすると前の音を弾いた後に、弾き終わったその音の終わりでもう反対側の力が加わっている状態、この止まった状態では僕はもうアップの加圧に入ってます。次はダウンの加圧状況に入ってます。アップ、これからアップしたい、ダウンしたい、一つの音を弾き終わった時に、次自分がどっちの向きにダウンしたいのか、アップしたいのかという向き、斜め下に行きたいのか、斜め上に行きたいのかっていう加圧の準備を、一つの音をし終わった時にはすでにスタンバイできている状態、これがスタッカートにおけるポイントだと思うので、ぜひちょっとトライしてみてください。ではまた次の動画で会いましょう。